ジャパンカップ、イクイノックスが制す。に対するみんなの反応。ディープボンドマイナス14。スターズ太いなぁ。まあ太いよな。プボ。ベラーズールマイナス12は買いやろ。ベラーズール減ってる。これは買いや。ディープボンド和田、究極仕上げ。究極のボンド来たな。プボくん究極仕上げか？タイトルホルダープラスは明治有馬なんかね。ファイナルアルティメットディープボンドや。ドウデュースは良さげやな。リバティも完璧やな。輸送読み切った万全の体重や。リバティアイランドはここ究極仕上げかな。と先、今回は竹豊さんにアドバイスもらった。勝てる。うおおお、ベラーズール究極仕上げや。スターズオナースは太そうやな。スターズオナース増え続けてるな。これは無理かもわからんね。ディープボンドが絡むパターン、ベラーズール頭のパターンも書いたしとくか。ドウデュースは叩いて明らかに仕上がった気がする。この体重は迷わせてきてるなぁ。スターズオナースじゃなくてドウデュース買うかなぁ。パドック見たいけど。リバティ調教後から考えたら結構減ったな。468キロから573キロの馬が勝つで。化け物だろ。強すぎー。いや強すぎるわ。最強です。こいつ無敵か。いやー、化け物が。あかん強すぎる無敵かこいつ。20億ホース爆弾。イクイノックス、リバティアイランド、スターズオナース、ドウデュース、タイトルホルダー。ついてこれないものは置いていくって感じ。このメンバーで勝ってるのがエグすぎる。順当に強いメンツ。みんな一流やな。もう伝説。ファン君を楽しんでたらイクイノックスが勝ってた。何このレース。イクイノックスは完全に好位先行のスタイルだな。リバティも強かった。ただこいつは違うわ。スターズオナースはようやっとる。3単 11.3 倍。安すぎて草。そりゃ1位が固定だもの。G16 連勝とかいうバケモン。リバティも十分やれるのは証明したが相手が悪い。1着が北三三区イクイノックスで、2着、3着がブラ三区の2頭ってのも感慨深い。リバティもやっぱクソ強いわ。絶対パンサ勝ったと思ったで。400メートルであの差やぞ。ちょっと距離が長すぎた。400メートルであんなに詰めれるもんなんやな。イクイノックス取ってる G1 全部コバ混合なのやばくね？本当に3歳春は体調が整ってなかったんやなとしか言えねえ。1から5着がさすがのメンツやな。これぞ王者の走りよ。競馬で勝ちたいって？最強の馬と最強の騎手を用意すればよいのさ、ははは。秋戦に続き、イクイノックス VS その他の構図は変わらんかったな。驚き通り越したら乾いた笑いしか出ないと思ってたが、それも過ぎると声すら出ないんだな。ただただ開いた口が塞がらなかったわ。世界最強イクイノックス。再確認。まさか2着に4馬審査とは。あかんわ、フリーにしたらもう勝ち目がない。イクイノックス4頭用意して囲むしかないな。総獲得賞金20億超え。おめでとう。疲れがどうだの金量差がどうだのっていろいろ言われても蓋開けたらこれだからな。レコードの後中3周でこの走りされたらもう誰も勝てんわ。ぶっちゃけ虚弱体質も改善したろこれ。もう日本歴代最強馬を名乗ってもいいよな。クラシック無冠知るか。令和の時代にこれほどの戦績の馬が現れるとは。何ともあれ無事にみんな完走できてよかった。本当におめでとう、イクイノックス。10年後、ジオグリフ。おっちゃんな、あのイクイノックスに勝ったことあるんやで。ドウデュース。ワイモやで。もぐもぐ。10年後も健胆なさすがのどうである。令和版、競馬に絶対はないが、この馬には絶対がある、になっていますね。
途中、パンサラッサの大逃げで笑ってしまった。適正より長い距離で苦しかったろうに、よく見せ場を作ってくれたよ。みんなが期待してたやつ。やっぱパンサラッサみたいなレースを引っ張る馬は見てて楽しいわ。最後までひりついたし、よく自分のレースを貫いてくれた。適正はやっぱり2000までなのかな？大逃げはマジで熱くなった。期待通り。誰が何と言おうとこのレースの主役はパンサラッサ。そしてお疲れ。良いお逃げを見させてもらったわ。イクイノックス、逆に貴様は何を持ち得ないのだ。イクイノックスはそらそうやろって強さだけど、リバティモコバ相手にようやった。見事や。そらそうやろという感想しか出てこねえ。パンサラッサが出走表明して枠順が決まった時点でこうなるよな、というレースがそのまま現実になった感じやった。実質8頭立てくらいの地方交流みたいなメンバー構成やったしな。正直タイトルホルダーの後ろに行くイリバテ並んだ時点で決まったなって思ったわ。リバテアイランドもさすがのレースだったが、それを上回るイクイノックス。文句なしの日本最強馬と言っていい。パンサ君のおかげでまた届くのか？届くのか？ってワクワクできたよ。やっぱパン君は名レースメーカーよな。しかしイクイノックスは強かった。負けたけどやっぱりパン君の逃げはワクワクする。あとは有馬出るかどうかか。陣営としてはドバイシーマの報奨金が出るジャパンカップが大目標だったのは間違いない。守護馬としての価値は確立したし、これが最後のレースになっても何ら不思議ではないね。ここまで来たら万が一の事故を避けるために引退してさっさと守護馬になってほしい。最強の証明は済んだ。現役時代にブラメンテに一度も勝てなかった北サンブラック。そのまな息子がブラメンテ3区を2着3着5着に引き連れて圧勝する最高の親孝行。これぞ地のロマン、これだから競馬はやめられない。親の無念を子供が晴らすのは競馬の醍醐味だな。秋華賞でリバテが北三三区三頭を蹴散らしてるのがまたいいんだ。ビンタの応酬が見られてなかなか楽しませてくれるわ。イクイノックスはもう言うことなし。リバテアイランドも小馬に混ざってどうかってところくらいだったけど前評判通りでしたね。パンサラッサの宣言通りの大逃げに圧倒的強さのイクイノックス。リバテにスターズもタイトルホルダーも強かった。ドーデュースも調子取り戻してきたみたいだし、来年期待やし、面白すぎる。ルメのインタビューがしんみりしていてこれで最後かもしれんと思ってしまった。イクイノックス&ルメールジョッキーおめでとう。なんというか気持ちいいくらいに強いな。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。